次はチュアンシュ。チュアンシュをやるときは必ず頭を後ろに向けます。頭をこうしたらダメです。必ず後ろに向けます。そしてこのように入ります。後ろ向きにする意味は、後ろから前に頭を回転して、こうすると力が強くなるからです。これは後ろ向きの意味は、後ろから前に この回頭という技法で頭を回すことにより、腰も回り、大きな発力を生むのです。例えば相手が逃げたら、すぐに頭を後ろから前、左に向いて力を出します。重心を左足に移しながら左球歩となり、目も自分の後方に向けながら頭を後ろに回します。これらは主に力を増強するためです。